今私たちはアスワンにやってきました。エジプトでたくさん作られたオベリスク、一体どのようにして作られたのでしょうか。今日はその謎に迫りたいと思います。この遺跡に入場するとまず建物の中でビデオを見ることができます。そこから歩いて約5分、この階段を上るとその奥に切りかけのオベリスク、または未完成のオベリスクがあります。アスワンはかなり暑いので、涼しい時期に来ることを特におすすめします。またここは花崗岩の岩山で足元が悪いので、歩きやすく滑りにくい靴が良いでしょう。いよいよ遠くに見えてきました。この未完成のオベリスクのおかげで当時どのようにして作ったのかが解明されました。約3500年前の遺物です。ではこのオベリスクについてちょっとお尋ねしてみることにしましょう。どれほどの大きさがあるんでしょうか。はい、皆さんこれ何メートルほどあると思いますか。なんと42メートルもあります。もし完成していれば古代エジプトでは最大のオベリスクとなったはずです。重量は1トン以上あると言われています。そんなに大きいんですね。ではどのようにしてこの巨大なオベリスクを作ったのですか。はい、溝が見えますか。古代エジプトでは花崗岩に切り込みを入れるのに、花崗岩よりももっと硬い素粒玄武岩という石の小さな球を使ったと言われています。この周辺からは直径15センチ、重さ 5.5 キログラム程度の石の球がたくさん発見されています。今この辺りがとてもよくわかりやすいですね。この溝の底に凹凸があります。これが丸い石で岩を削った跡となっています。オベリスクというのは巨大な岩から切り出したもので、つなぎ目などはありません。当然当時電動工具などはありませんでしたから、これほど大きなものを切り出すには相当な労力がいったはずです。これだけ狭い空間に体を入れて作業するというのは相当な重労働だったと思います。ではちょっと試しにこの石の球でどれほど岩を削れるかやってみたいと思います。これは本当に大変ですね。ほとんど削れません。すごく硬いんですね。ではどのように当時の人たちは作業したんですか。はい、作業は具体的にはオベリスクを切り出すラインに沿って数千人の作業員が配置され、3人1組に分けられます。そして3人のうちの2人が立って石の球のついた棒を振り下ろす役、そして残りの1人がしゃがんで石をつく位置を確認、指示を出していたと考えられています。またこの作業は歌に合わせて行われていたようで、歌には打つリズムを同じする効果と重労働につく作業員たちの気を紛らわす役割があったようです。岩山の斜面を切り出していますが、それは完成した後運び出しやすくするための工夫かもしれません。斜面の上部がオベリスクの上側となっています。画面で縦と横にひびが入っているのが見えますか。この完成間近のオベリスクにひびが入った時の様子を想像することができますか。何千人もの人が何ヶ月、また何年もかけてやっとここまで削り出しました。多くの汗が流れ、手には豆がたくさんできたことでしょう。ところがある日そこにビシッと亀裂が入ったわけです。彼らの驚きと落胆が今でも伝わってくるようです。本当ですね。相当ショックだったでしょうね。ありがとうございました。以上、アスワンの未完成のオベリスクから お伝えしました。ぜひ皆さんもご自分の目でご覧になってみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。番組登録の方もよろしくお願いします。ブログもぜひ応援してください。